はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。ふみやっちょです。よろしくお願いします。というところでね、ワイルドヒットパチノート 4.3 が来ちゃいました。これ、すっごいでかいアップデートだなと思って、なんか普段パチノート取らない僕もさすがに取っちゃいますよ、これは。というところで、まあ、本当にちょっと長くなるかもしれないんで、ちょっと要点だけ押さえますと、まず新チャンピオンニーラが来た。で、あと、ルーンがめっちゃ追加されたプラス組み方が変わった。で、ブーツが、なんか増えたよっていうこの3つがでかいコンテンツだと思うんで、こんだけはね、ちょっと見ていってもらえたらなと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ時間もね、もう取るとあんま長くなっちゃうんで、もうサクサクいっていきたいと思います。はい、まずですね、新チャンピオンのニーラが来ましたと。で、自分、ちょっとこれ撮ってるの7月21日なんですけど、もうね、来ちゃってるんで、ちょっと軽く説明できればなと思います。ちょっと画面移動させます。はい、ニーラですと。ニーラですというところで、まずパッシュ見ます。終わりなき喜び。通常攻撃がクリティカルになると、与えたダメージを 20% 自分の体力を回復する。余剰の回復力が同量の耐久値のシールドに変換される。このシールドは6秒間持続すると。まあ、結構本家と違うんですけど、これやべえっす。バンパイアセプターとかのバンピリズム系を積んでなくても回復できるっていう、結構クソ強ですと。で、あとしかもシールドに回復変換できちゃうんで、かなり落とされない、命令なのに回復量すごすぎて落とされないみたいな。ブラッドサースターとかと多分非常に相性のいいキャラクターになってると思います。やったことないんでエアパです。はい、で1スキル影なき刃、形なき刃というところで、まあ、このチャンピオンね、メレーなんですけど、まあ、この1スキルを使うと、ちょっと多分ね、ベチーンって、ムチみたいなんで、ベチーンってやって、通常攻撃長くなります。プラス AOE になりますってことが多分、書いてあるかなと思います。はい。で、2スキル、これ、歓喜のベール。これ、このニーラの結構最強のスキルの一つと言っても過言じゃないんですけど、ちょっとこれ自分こっち行った方がいいですね。はい。1.7 秒が5秒間、霧に身を包む。この状態の時は移動速度が 15% 増加して、受ける魔法ダメージが 25% 軽減され、タワー以外のあらゆる通常攻撃を回避すると、さらに味方にチャンピオンがいると、そいつにも付与できると、でさらに1秒伸びますよっていうので、これ、めっちゃ強くて、相手の AAA とかを通常攻撃判定のスキルを弾けるんで、なんで、パンテオの CC とかも受けないみたいなキャラクターになってます。んで、これを使いながらやると、まあ、相手が、ああ、倒しきれる、倒しきれる、ふんふんふんって来た時に、この2スキルを使いながらだと、相手殴れないみたいになって強いっていうのがあります。なんで、相手がガンクとか来た時に、この2スキルをうまく使えば、2V さん勝てちゃうよ、みたいなキャラクターになってます。だから、まあ、リオレーンで使うのが、まあ、とりあえずおすすめです。まあ、集団戦の時とかはね、味方に付与するっていうのも意識しながら2スキルを使うといいと思います。まあ、基本的に、このキャラってオールイン。するキャラクターなんで、まあ、そのタイミングで使いながら突っ込むっていうのが非常に強い。ね、移動速度も上がるんでね。で、3スキルがこれ、流撃と。で、これ全、ダッシュできますと。あ、しかもこれ、あれかな？味方とか、あ、これ、どこにとかじゃないんだ。まあ、とりあえずダッシュできるんで、これ、味方にだからこの2スキル、まあ、近づきながらみたいな、あ、でも当てなくてもいいのか。ちょっと違うんでね、まあ、普通にダッシュして敵殴れて通常攻撃、まあ、ブリンクですね、がありますと。で、アルティメットが、まあ、これ、まあ、ダイアナのウルトですよ。まあ、ダイアナウルトなんで、まあ、非常に、まあ、わかりやすいかなと。まあ、相手に突っ込んでって、まあ、ダメージ出しますぜっていうキャラクター。まあ、ちょっとサミーラに似てるかな、どっちかっていうと。そういうキャラになってますんで、多分ね、強いと思うよ、俺は。ちょっとやってないんで、なんとも言えないですけどね、今買いましたんでね、ちょっとね、軽くね、こう、スキルについて触れればなと思います。すいませんね、時間、手間取り出しちゃってね。はい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 と。はいはいはい、ニーラニーラニーラというところで、はい、ドーン。で、これ、ルーンの組み方、これ、後で説明するんですけど、まあ、3つプラス1個で組めるようになったんで、だいぶ変わってます。で、まあ、これ、あれだね、悪くないルーンセットが付与されてるんですけど、まあ、基本的に相手の構成とか、で、ルーンはだいぶ変えるもんなんで、まあ、ADC とかはあんま変わないけどね、正直。まあ、なんで、そこも見つつかなというキャラに、ルーン変更になってますと。うわ、とかデフォルト、なんかめっちゃ、いいやん。これめっちゃ綺麗じゃない？ちょっとエモくない？はい。んで、ちょっとじゃあスキルだけね、簡単に見ていきましょうか、皆さん。本当にでもね、サミーラー、ちょっと違うサミーラーを意識してもらったらいいかな。落ちにくいサミーラーを意識してもらえる。なんか、考え、なんか、なんだろうな、イメージしてもらえばいいかなと思います。はい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 と。んで、ここに置いて。で、こう通常攻撃こんだけ短いんですけど、この1スキルを使うと多分長くなる。で、プラス AOE になりますと。まあ、2スキルはこういう風に。で、これで相手の AA を受けないと。で、3が、あ、3どこにでもダッシュできんのこれ。やば！
あ、ゴルクソ強えわこいつ。まあその代わりあれか、本家と違って2スタックはないって感じかな。うん、2スタックはないんで、これクソ強えやんこいつ。本家の方はね、ミニオンとか何かがいないとブリンクできないんですけど、まあ最強ですね。まあ、基本的にオールインするときは3で入って、2使いながらこうアルティメットダイアナのルート打つをみたいなのを複数人に当てればいい。で、プラスこれ多分これフラッシュ切れるんで、でもこの、こういう風にやれるのも強いね。で、しかもブリンクもこれ勝手にできるんで、あ、ブリンク中、ブリンクは無理か。まあ、3とかで入って、まあ、2使いながらフラッシュとかで合わせるみたいなのも強いです。はい、こういうキャラになってます。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと画面戻しまして、ドーンとニーラの解説は以上です。これはニーラはね、どんどん使っていくんで、動画よかったら参考してみてください。はい、続きましてですね、新チャンピオンのバランス調整、まあここはもうね、軽くいきたいんですけど、まあ恩が強すぎたんでちょっと弱くなりました。まあ妥当です。でもまだ強いんで全然使えそうです。で、まあチャンピオンの調整でいうとソラカかな、多分クソ強くなったんじゃないかな。今までと違ってただただ単純にマジでバフされたんで、まあ連戦がもともと強いキャラっていう想定で作られてるんですけど、今、まあ、強いっちゃ強いけどみたいなとこはあったけど、まあさらに強くなりましたよと。まあ、1スキルが、まあ、クールダウン短縮プラスこの2スキルの回復が、まあ、ちょっと長くなったけど、自分の一定割合犠牲にするっていうのがなくなったんで、もう回復し放題と。でさらに余剰の回復力シールドに変化されちゃうよと。なんでもう無限、これニーラと、ソラカ合わせると落ちません、マジで多分。なんで最強です。はい、続きましてゲームバランのプレイのバランス調整来ました。ルーンです。ここね、まあ、ちょっとルーンの影響力をもっと高めてほしいという、ちょっと一気に追加しすぎだよ運営というふうに思いますけど、はい。で、まずちょっと、まあ、見ていきましょうか。グレーシャルオーグメントとファーストストライクっていうのがキーストーンで追加されました。で、これどっちもめっちゃ強いルーンです。で、グレーシャルオーグメントは基本的に CC を持ったサポートが持つキャラです。で、ファーストストライクはバーストを出せてショートトレードが強いキャラクターが積むキャラクターに、ルーンになってます。で、グレーシャルオーグメントの例をちょっと見ていくと、まあちょっとこう画面切り替えますか。はい、グレーシャルオーグメントなんですけど、しかもこれね、キーストーンをさ、これなん、ここ一緒にしないっていうのがいいんだよな。あ、でもまあ別にここで見なくてもいいか。で、戻るか。はい。で、グレーシャルオーグメントは、まあ、通常攻撃がスローっていうのと、あと、ここですね、敵に移動不能効果を与えると、3本の冷たい光線が自分と敵チャンピオンの方向に放射されて、3秒間氷のゾーンが発生するというところなんで、まあ、積むキャラクターとかで言うと、まあ、アフショとのこの兼ね合いもあるんですけど、まあ、自分が落とされるとかだったらアフショがいいんですけど、そうじゃない場合はこのグレーシャルが良くて、よく積まれるのがスレッシュだったり、あと、ノーチ、アリスタ、モルガナでサポートスウェインとかが積まれます。まあ、基本的にもうこれでスローかけてもうバシバシいっちゃうよみたいな分なんで、まあサポートの方方が積むあれかなと。で、あと氷のゾーンにいる敵にはこのダメージが軽減されるっていうのが強くて、スローとなんで、オールインとかが強いキャラクターが強い。なんで、まあノーチとかね、もう突っ込んでって当ててスローかけて、でそこでボコボコにするみたいなのが強いです。はい、で続きましてファーストストライク、まあ、先ほども説明しましたけど、バーストとショットトレードが強いキャラクターがいいと。敵チャンピオンと戦闘状態になってから 0.25 秒後、敵にダメージを与えると5ゴールドを獲得する。これ戦闘状態になってからなんで、相手から攻撃を受けても発動しちゃうんで気をつけてください。なんでこれの、ファーストストライクのルーンが多分、画面の真ん中とかに、表示されると思うんですけど、クールタイムが。そこ見ながらちゃんと溜まったら相手にダメージ与えて、お金を獲得するっていうように使うルーンになってます。なんでちょっと難しいかな。で、3秒間ファーストストライクの効果を付与して敵に 9% の追加確定ダメージを与えるようになる。効果が終了すると効果時間中に得たゴールドが付与されると。まあ、敵にダメージ与えるとお金もらえますせーみたいなルーンですね。で、これ、まあ、バーストも出るし、お金も稼げるっていうところで、まあ、基本的にメインはあれかな、お金を稼げるのが一番でかいのかな。で、まあ、積まれるキャラクター、簡単にちょっと説明、出すと、ルシアン、これはあれですね、まあ、ショートトレード、バースト一気に2、3、1とかのオールインで、一気にダメージ与えれるっていうのと、あと2スキルっていうのが相手に与えるのがめっちゃ簡単なんで、その後、ファーストストライクのお金を獲得しやすい。っていうのが、ルシアンの選択理由で、あと MF ですね。 MF も3スキルで確定的にこのファーストストライクを発動させられる、プラス、まあ、あとスローかけてそのまま殴りに行けるんで、まあ、それでお金どんどん稼いでもうダメージ出していくよっていうのが強い。あとはカジックスとかも積みますね。
カジックスももうドーンドーンドーンってやって、まあ、バーストで落とすみたいなキャラクターなんで、この辺も強いなんですけど、基本的にねでも結構バースト出るキャラ多いと思うから、このゲームなかなかなんかどのキャラに積んでも相性はいい気がするなと。あとまあ明治なんかレンジが長い明治とかも積むんだよね、ダメージ与えりにくいからとかいうので。でちょっとじゃあこの どんなルーンかっていうので、ね、ちょっとファーストストライクの方だけ見ますか、軽くね。はい、でこれ今ファーストストライク溜まってる状態なんですけど、これを打つと 5ゴールド入ると、そこでダメージ与えると追加でお金がもらえるっていうルールになってて、で今ここ見えるかな、これこれの CD を見ながらちゃんと戦わないといけないから、で意外とお金もらえるね、俺もっともらえないと思ってた。ちょっとオールインしてみようか。はい、まあ、3レベルになったと確定してオールインすると溜まってなかった27ゴールド。いいね、いい額稼げるね結構。まあこれをこの20秒に1回使ってどんどんお金稼いでって、まあビルドを加速させて敵を圧倒していく、まあスノーボールしていくみたいなのが理想のチャンピオンです。はい、で続きましてこれ排水の陣、この辺がね結構ねこの書き方がむずいから、この辺はちょっとあれかな、画面出しながら見ていこうかなと思います。で結構これ ADC に嬉しいルーンが増えてて、ね、しかもこれ ADC に嬉しいルーンっていうのは映画に多いんだけど、なんでちょっと見ていきますか。はい、でも軽くちょっとルーンセットも自分なりに組んでみたんですけど、はい、じゃあこうまず上からは、上は一緒かな、上は一緒でこう2個目かな、で排水の陣と、まあ、ジャイアントスレイヤーと最後の慈悲っていうのがあるんですけど、排水の陣っていうのは、まあ、自分の体力が減るとまあ、強くなるよっていうルーンなんですけど、これね多分ねイモータルシールド棒の発動 35% 未満か、惜しいね、合ってないか、まあ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 、まあ、体力減るとダメージが増えますよってキャラクターで、まあ、あんまり積まれないんだけど一個めっちゃ相性いいキャラいます。どんなのが積むといいかっていうと、まあ、ダメージを自分の大きいダメージを出すのが自分の HP が減ってるとかちょっと時間がかかるキャラクタープラス、まあ、減って相手に大ダメージを与えるキャラクター、わかりますよね皆さん、アミーラですよ通常 A 通常 A とかで貯めて、あダメージも受けながら貯めて、で突っ込んで 30% になりながら、まあ、イモータルシールド棒のね、バリアを付与とかしながらアルティメットで大ダメージを出すっていうので、もうサミーラとは非常に相性のいい陣風になってます。はい、でこれジャイアントスレイヤーは、まあ、これは普通に敵が硬い時に積むあれですね、アイテムになってます。であと、排水の陣、あ排水の陣じゃない、最後の慈悲か、敵のチャンピオンの体力が 40% 未満の場合は 7% の追加アダプティブダメージを与える、体力が低下して敵チャンピオンに追加ダメージを与えるってあるんですけど、まあこれこの映画を撮った時に、まあ、排水の陣もジャイアントスレイヤーもあんまり相性が良くないよって時にはこれにするといいと思います。まあ自分のね、なんだろうな、まあ何に積んでもまあ相性悪くないんで、普通にこの2つは上があんま相性よくねえな、あんま硬いやつもいねえし、自分の体力減ったらもうダメージ出せないよって時は最後の慈悲にするといいと思います。はい、次これここめっちゃいいのよ。まずレジェンド迅速、これは攻撃速度が3、まあどんどん増えていく、まあキルとか敵チャンピオンとかミニオンとかどんどんキルしていくと AS が増えるってやつなんだけど、これを積むと強いキャラクターっていうのは基本的にまあ ADC とか、まあ、ベルベスとかいないからあれなんだけど、まあ、ADC とかでまあ強いやつよ、まあなんか殴ったら強いやつ、まあ例えばで言ったらアッシュとか、ベインとかバルスとかかな、 AS メインとかで戦うキャラクターはこれを積むと強いです。次にレジェンド強靭、これあんま積むことないんだけど、これだけあんま積むことないかな。迅速と血脈に基本的にはなると思ってて、強靭はあんまり積まれないかな。まあ積むとしたらサミラゼリーとかかなって思うけど、でもそれだったら普通にレジェンド血脈を積んじゃった方がいいっていう考え方になるんで、まああれかな、タンクとかファイターとかで、まあ迅速も血脈もいらないよって時に、まあ強靭積むっていう形かな。これはまあバリア、攻撃耐性とかスロー耐性がつくんで、まあ、相手の CC がめっちゃ濃いとか、まあファイターで積むかなって感じ、ADC では基本積まないです。で、レジェンド血脈、これ主にバンプを獲得できるんで、まあライフスティールアイテムも積まないやつとかだとね、非常に愛し、前の吸血みたいな感じで、どんどん積んでもらったらいいと思います。はい。
じゃあ次、波動を見ていきますか。波動。上が、追い火、シールドバッシュ、サドンインパクト。で、追い火はもともとあったかな。で、シールドバッシュかな、これかな。体力回復効果、またはシールド効果を受けると、敵チャンピオンに対する次の通常攻撃が許可されてっていうアイテムになってて、まあ、正直あんまつまないかなとも思うけど、まあ、まあ、空かとかなんかいるときにありかなぐらいの感じかな。波動がね、なんかちょっと絶妙なんだよね、これ。波動の強いルーンってのがあんまなくて、で、波動って割とサブルーンで選択されることが多いんだけど、中でもなんか2個選べないしっていうので、あんま強くない。波動は正直あんまり強くない。まあ、メイジーとかでちょっと積むかなぐらいかな。まあ、なんか追い火と、なんか、追い打ちとかつけて、まあ、この辺とかつけて、なんか、ちまちまダメージ出しますよ、みたいなのが。まあ、カルマとかならありなのかな、この辺は。正直あんま強くないんで、この辺もちょっと、まあ、書いて、いろいろ書いてありますけど、正直あんまりいらないかなと思ってます、個人的には。まあ、一応読んでいきますか。まあ、シルドマン。まあ、あと、でも、サミーラで積むと強いのがあって、このサドンインパクトね。これは、サミーラは強いです。だから、サミーラとかで積むんだったら、あれかな、メインを映画にして、サブでハードを選んで、サドンインパクトとかでもありかなと思ってます。はい、で、続きまして2個目ですね。溢れる力。10秒ごとに次の通常攻撃が強化されて、まあ、なんか追加でダメージ与える。これ誰が積むねんっていう。もう誰も積まんやろっていう。はい。で、追い打ち。CC 与えると、追加ダメージを与えるよと。まあ、モル、アッシュ、積まないね。敗者の楽園。スキルを使用して敵チャンピオンにダメージを与えると、対象に敗者の楽園を付与し、攻撃を受けるダメージが 4% か 7% 増加するマークが、まああれだね、なんかなんか波とかで積んでたあのなんだっけ、帝国の指令みたいなもんかな。だからカルマとか、まあ波とか、まあエンチャンターサポートでちょっとダメージも出ますよとか、なんかハラスできる系のサポートとかならありなのかな。追い火積んで、愛者の楽園積んでみたいなのはありかな。エイリッシュは積まないと思います、あんまり。あ、確かにこれ、そうか、カルマとかで積むと結構強そうだね。あの辺です。波とかも強いかな。はい、続きまして、ハードの3つ目。目玉コレクター、巧妙な賞金首狩りゾンビワード。で、目玉コレクターが、まあ、敵から、どんどんスタックしていく攻撃力と魔力です。まあ、これもね、意外とサミラと相性良かったりするんだけど、1個だとサドインパクト取っちゃうかな。まあ、目玉コレクターでもいいけどって感じ。で、巧妙な賞金首狩り。まあ、これは強い。アイテムスキルヘイストが20増加する。まあ、なんでね、サポートとかで、まあ多少積むのも割とありなのかなと思うけど、まあでも微妙っちゃ微妙だね。はい。で、ゾンビワード。で、ゾンビワードは普通に敵のワード破壊すると、その、なんか、1個。で、HP1 かな。HP1 のワードが、ボーンって、できます。で、なんか5スタックになると攻撃力が2または魔力が4増加する。いらんやろ、この、手って。まあこれはね、まあ、サポート、だからやっぱサポートだね。サポートで積むと強いね。これもう、なんか、カルマとかで、追い火敗者の楽園、ゾンビワードとかにしといて、でもいいだろうし、まあ、あと、ゾンビワードは、一応、今なくなったんだっけ、なんか、相手のワードとか破壊できるさ、なんか、アイテムあったじゃん。あれ積んだ時とかの脅威とかの、あの辺もありかな、ぐらいかな。まだ、カジックスとか意外とあるから、サドインパクト取って、楽園か、まあ、楽園取って、まあ、ゾンビワードみたいな。まあ、なしじゃない。なしじゃないっす。はい。この辺はちょっと自分はまだ分かんないんで、ちょっとやってみてってところになります。はい。続きまして、不滅。不滅、まず一番目、生命の泉と。生命の泉は、まあ、あれですね。生命の泉ってサポートアッシュとか、なんかその辺しかあんま積まないんだけどね。どうだろうね。ちょっとここの強さはあんまりわかんないんで、わかりません。はい。で、次まして、巨人の勇気。敵チャンピオンに移動不能効果を付与すると3秒間、最大体力 1% の耐久値のシールドを獲得する。まあ、これあれだね。緑は、ちょっと解説してなかったな。赤が、まあ、瞬間火力。まあ、書いてあるけど、で、映画が ADC とか。なんか波動はだから、まあ、バーストだったり、なんか、ハラスするサポートとかかな。で、不滅が、タンクとか。で、典型が、まあ、なんでもありっちゃなんでもあり。なんでもありのオンアイドもありみたいな感じです。はい。はい。で、巨人の勇気戻りますか。まあ、シールド。で、魔除けのオーブが、
シールド獲得でき、滞在体力の 35% 未満になるとダメージ、まあ耐久値シールド獲得できるよーんっていう、はい、いつもあったやつですね。で、2個目、息継ぎ、誠実、ボンアーマー。まあだからここでね、息継ぎが選択しやすくなったんで、メレーミッドとかではありかな。だから息継ぎか、だから相手がハラスしてくるチャンピオンだったら、息継ぎ持って、結構オールインが強かったらボンアーマー持つみたいなのもあり。野草とかでそういう選択されますね。で、はい、次、3つ目。大丈夫だよね、あとは。で、超成長と正規付与と忍耐。で、超成長は、まあ、最大体力増えてて、なんか知らないけどね、本家だとね、ゼリがね、超成長と、まあ、ボンアーマーとかで、なんか持ったりすんのよ。まあ、でもあんま持たないかな、こっちだと。まあ、ゼリは、多分普通に映画とか持った方がいいと思うんで、こっちだと。まあ、謎です。まあ、タンクとかで持つと強いよっていうやつかな。で、正規付与。まあ、体力効果またはシールド付与した際にその効果が 5% 増加する。だから、ソラカとかで持つといいね。はい。で、忍耐。で、攻撃、行動妨害耐性が 10% 増加すると。で、移動負の効果を受けると 1.5 秒間。まあ、ジャングルとかタンクで積むとだから強いかな。こういうので。うん。なんだろうね。ここが弱いんだよな。一番上が弱いんだよな、不滅の。不滅の、弱いな。まあ、だからタンクとかでまあこういう感じなのかな。こういう風に忍耐とかで積んでタンクしますぜみたいな感じかな。で、続きまして天啓。天啓面白いっす、マジで。アマトとヘクステックフラッシュネーター。これは、フラッシュ使った後になんかフラッシュがこのヘクステックフラッシュネーターになヘクスフラッシュに変わって、ちょっとなんか、ぴょんってフラッシュできる。なんで、アリスタースレッシュ、農地とかは結構確定で持つかな。だから、なんか農地とかで組むんだとしたら、今ちょっとパッと適当に言う、適当にやるよ。適当にやるけど、まあ農地とかで積むんだったら、グレイシャル積んで、で、ここで典型でヘクスフラッシュネーターでいいかな。うん、そうだね。ここ積んで、んで、あ、それこそこれ最強じゃん。これの、まあ、誠実かな、まあ、誠実か、ボンアーマー積んで、まあ、硬くなくなるんでね、あの、前のファーストストライクじゃないわ、アフターショックじゃなくなるから、ボンアーマー積んでもいいかなっていうのと、まあ、あとこういうので、タンクしながら、フラッシュも持っちゃうよ、みたいなのが結構強いかなと思います。はい、今ちょっと勝手に考えました。はい、で、典型ちょっと戻ります。アイテムクラフト3分ごとに出撃地点の外で1個のアイテムを購入できるようになるが、150の追加ゴールドを支払う必要がある。追加ゴールドを支払うことで出撃地点の外で上位アイテムを購入可能。これいらないです。積まなくて大丈夫です。ゴミです。はい、で続きまして思考先行投資狙撃手。ね、このね、先行投資が結構おもろいんだよね。借金してアイテムを購入できる。借金の上限145プラス7分ってあるんで、結構買い物できます。なんで、意外とありだけど、あんま積まないかな。でも、結構リコールが容易にできるから、ワイリフだと。本家だとサイラスジャングルとかが積むんだよね。割と早めに、ジャングル狩るのが遅いから、これで借金しつつ、ジャングルのファーム速度上げてとかがあるんだけど、まあ、こっちじゃあんま強くないかな、個人的には。まあ、思考の方が強いかな。思考がやっぱ強いから。まあ、狙撃手もありだね。まあ、思考取るかな、俺だったら、二つ目は。三つ目がニンバスクロック、打ち壊しマナフローバンド。まあ、これは好みだね。まあ、ニンバス、ADC ならニンバス取っていいだろうし。マナフローでも、打ち壊しでも、好みかな。で、まあ、今、勝手になんか適当に、ルーン組んだら、まあ、こんな感じかなーっていうのが、俺だったら、まあ、こうするか、外戦最後の慈悲、レジェンド血脈、サドインパクトってするか、まあ、典型取って、まあ、何かしら、ニンバスだったり、まあ、思考だったり取るかなーって感じかな。で、アッシュとかだと、リーサル取って、まあ、ブルータルかな。ブルータル取って、で、相手硬かったらジャイアントスレイヤー。まあ、ここはだから相手によって変える。まあ、だけど、ジャイアントスレイヤーか最後の慈悲かな。で、取って、レジェンドは迅速取って、で、まあ、ニンバスクロークか、なんかかな。まあ、思考か。まあ、それか、普通にね、こう、不滅でボンアーマー取ってもいいし、バースト多かったらボンアーマー取ってみたいな。だから、ここの、まあ、割とキャラクターによって変わるっていうのが、まあ、このメインルーンは、基本固定なんだけど、この1個のところは敵によって変えてもいいと思う、だいぶ。って感じですね。まあ、スレッシュとかもこういう感じかな。さっきと同じ感じだけど。こういう感じになるかなと思います。
長くなりましたが、ルーンの方はこんな感じで大丈夫かな。まあ割と俺も自分がまだプレイできてないんで、どのルーンが強いとかっていうのがあんまり分かってないんですけど、どんどん使っていってね、こういうのがおすすめだよっていうのを教えていきますんで、皆さん動画お待ちして、お待ちになってください。はい、じゃあ戻ります。はい、じゃあルーン終わったんで、なんかオーバーヒルなんてあったっけ？あ、うん、知らねえや、オーバーヒルなんて。あ、で、生命の泉はキーストーンじゃなくなったから結構ナーフされてるんだね。あんまり強くないかな、生命の泉は。ブラックサーダスクブレード。まあ、これが普通に敵キャンプに対する最初の通常攻撃が20から125の追加ダメージってなるんで、まあ結構強いね。まあ脅威として積むならまあありかなぐらい。まあスローが入るしね。だからまあカジックスとかで強いかな。まあもともと積んでたやつはあんま変わんないと思います。サポートアイテムの調整、なんかエンチェントコインが追加されました。まあ、この辺はもうね、サポートの人の動画見てくれって感じで、なんか何になるんだろうね。超越のタリスマになる。超越のタリスマだけ見とく。60秒ごとに75ゴールドスプリットパワーぶっちゃ強くない？これ金もらえるやん。え？めっちゃええやん、これ。1分ごとに70もらえんの？スプリットパワー1ポイントごとに体力が25。え、めっちゃええやん、これ。こいつのタリスマめっちゃええやん。この辺はまあ、レックス君の動画とか参考にしてください。はい。自分はね、ブーツの方見ていきたいと思います。はい。なんかね、本家にもないね、ブーツ結構出てんだよね。面白いよね、これ。まあ、まず、マナブーツ。魔力60、マナ回復プラス 200%。で、魔法防御貫通8、移動速度40。クソ強いやん、これ。マナブーツ強いよ、これ。もう、明治全部これでーすみたいな感じやね。これ強えな。魔法防御貫通8もやべえな、これ、普通に。これ強いよ。もうベックスとか 100% これやん、もう。もうダイアナもこれだね。まあ、クソ強いです、これ。まあ、魔力系だったら、これ基本これかな。はい、ダイナミズムブーツ。これも強い。これね、でも強いけどね、これバーサーカーブーツ悩ましいところなんだよね。バーサーカーブーツも、バーサーカーブーツどこ？バーサーカー。あったあったあった、下にあったわ。バーサーカーブーツか、まあこれか、結構迷う。これは。物理防御貫通8、攻撃速度30。まあ、なんだろうね。ルシアンはこっちかな。ルシアンサビラこっちかな。ルシアンとサビラこっち持つかな。あとね、あ、バーサーカーブーツ、野草とかは必須でこれ最初に積むと思います、基本的に。まずバーサーカーブーツ積んでから、みたいになるんで。はい。ダイナミズムブーツもありだね、初手に積むの。普通にクソ強いわ、これ。まあ、物理防御貫通とか、こういうのって最初に積むのが強いんで、まあ、これ、初手で行くのめっちゃありだね。1400ゴールドで作れるし。強っ。で、バーサーカーは攻撃15、攻撃速度30。うえぇ。この2つ強え、DC。ここどっち積むか結構むずいね。MF とかもこっちだね、絶対。MF、サミラ、ルシアンはこっちかな。で、アッシュとか、アルスとかはこっちかな。バーサーカーブーツかな。ここはまあ、割と好み。ダイオニアブーツも、お、すごい。ヒルヘイス30、体力150。ヒルのクルダン15。まあ、ルシアンはアイオニアかもね。まあ、ルシアンはアイオニアかも。体力150ついちゃうんだ。ヒルヘイス30ってやばいね。デドとかもこっちかもね。マーキュリー、魔法防御35、体力80、体力、うわ。まあ、サミーラは、マーキュリーか、マーキュリーかダイナミズムだね。敵の構成で、アムムとかいるなら、みたいな。あ、あ？アムムとかいるなら、みたいな感じかな。あ、でもあれか、魔法防御30、あ、あれなくなっちゃったんだ。普通に、行動阻害耐性。あー、まあ、AP 濃い時か、じゃあ、普通に。AP 濃い時こっち。なんか AP5 人こっち。AD5 人こっち、みたいな感じか、普通。4しかないね。バグってんね、これ。この辺の積み方はね、割と変わんないけど、ADC はね、本当に、まあ、滅多なことなかったらダイナミズムとバーサーカーでいいと思います。まあ、ジャングラーは、ジャングラーは、まあ、アサシンだったらダイナミズム、か、マナブーツ。で、タンク系だったら、まあ、マーキュリーか、プレートスチールか、アイオニア。アイオニア、うん。んプレート、うんアイオニア、マーキュリー、プレートスチール。みたいな感じです。グラトナスブーツ。ああ、でも悪くないね。攻撃力30ついたから。グラトナスも意外と悪くないな。グラトナス意外と悪くないな。ああ、意外と悪くないね。あ、強いわ。
これクソ悩むやん、グラトナスか。むず、まあ、レジェンド血脈取るからいらねえって考えるか、どうかだね。ちょっとこれ、やってみないとわかんないかな。ごめん。難しいわ。けど、ADC 強くなりますよ、多分。ヤスオとかヨネも。ヤスオとヨネとね、これクソ相性いいからね。もうこれに IE でいいんじゃねえみたいな感じあるもん。これとイモシと IE で。はい、最強、みたいな。ヤスオ、ヨネはもうバーサカ確定みたいなとこあります。はい。で、まあ、マグネット、フェアブーツがなくなってマグネトロンエンチャントがなんか射程伸びて、ロケットが、でもこれ魔法シールドから通常のシールドになったのは結構強い。これ結構強いね。悪くない。フロートベルト安くなったと。魔法ダメージ下がったけど、あ、でも悪くないね。フロートベルトも結構あるよ。リディウムがちょっと変わって、リバイバル。かな。リバイバルが、プロテクトがなくなって 20% 増加になっちゃったんだ。ちょっとナーフされたね。まあでも、まあロケットが帰ってきたぐらいかな。うん、シールドついたし、まあダイアナとかいるときはね、積んでたかもしれないけど。割とサポート積むのありかなと思います。んで、スターでエンチャントを購入できるのが、あ、6分間か。うわ、初手バーサーカーいけないのか、これ。うわ、なんだよ、お前。先にかけよ、お前、これ。エンチャントやないかい。バーサーカーブーツは購入できますわ。すんません。バーサーカー積みなさい、初手で。野草は。ネクサスシールドが変わって、はい、もう、はい、はい、はい、っていうところで。まあ、そういう感じですね。うわ、これブーツむずい。ちょっともっとこれやらんとわからんかったらごめん。ちょっとエアアップで解説できませんでした。申し訳ありません。まあちょっとね、何がいいかっていうのは自分の動画でいろいろ説明していきたいと思います。これからの動画をお楽しみください。ずっと早口で申し訳ありませんでした。それでもね、動画の時間長くなっちゃったと思うんですが、皆さんよかったら見てってね。あと、周りの友達にも教えてね。あと、この動画が参考になったら高評価とチャンネル登録。あと、あ、言うの忘れてた。言うの最初言ったっけ？なんか動画のさ、区切り、こっからが、なんだっけ、ニーラの説明で、ここがルーンの説明で、ここがブーツの説明だよ、みたいなのをさ、時間をコメント欄に書いていただけると非常にありがたいのでよろしくお願いいたします。はい、以上になります。それじゃあ、皆さんご視聴ありがとうございました。またね、また配信でお会いしましょう。おつ。